サイレント映画及び初期のトーキーで活躍した。小柄でとても可愛らしい彼女は純真な女の子やおてんば娘、健全な主演女優を演じた。女優の傍たら、1919年の映画、エイアンキープリンセスを執筆した。ベッシーラブはファニータ・ホートンとして1898年9月10日にテキサス州ミッドランドで生まれた。 彼女が8年生の時、カイロプラクターの父が彼女の家族を連れて、ハリウッドに引っ越すまでミッドランドの学校に通った。ベッシーは、ロサンゼルスの高校を卒業すると、卒業祝いとして両親から送られたアメリカ一周旅行をした。6ヶ月の旅行の後、彼女は、ロサンゼルスの自宅に帰った。一家の家計を支えるため、ラブの母は、彼女を、 バイオグラフに行かせた。そこで彼女は先駆的な映画監督である D.W. グリフィスに出会った。グリフィスはベッシーに映画の手ほどきをし女優として芸名を与えた。彼は国民の創生とイントレランスで彼女に配役を与えた。彼女はまたウィリアム・ S ・ハートの相手役でザアリアンにダグラス・フェアバンクスの相手役で善良なる悪人と 跳ねる魚の謎に出演した。1922年、ラブは、ワンパスベビースターズの一人に選ばれた。彼女は人気者になり、役割は大きくなった。1925年の映画、本町通りの王様でチャールストンを踊った。さらに同年アーサー・コナンドイルの同名の小説を、元にした SF アドベンチャー、ロストワールドに主演した。 三年後、若き日のフランク・キャプラ監督による、ロマンティックコメディー、陽気な踊り子に主演した。ラブはトーキーへの移行に無事成功することができた。そして1929年、彼女は、ブロードウェイ・メロディーで、アカデミー主演女優賞に、ノミネートされた。彼女は他にも、ハリウッドレビュー、虹を追って、宇宙展時代。 ゼイラーアバウトウィメンなど、いくつかの初期のミュージカル映画に出演した。しかし、1932年までに、彼女のアメリカ映画への出演は減っていった。彼女は1935年に、イングランドに移住し、そこで舞台の仕事と、時折映画出演をした。ヨーロッパで戦争が起こると彼女はしばらく、アメリカに帰り、赤十字社で働いたり、軍隊で慰問を行ったりした。 戦後、彼女は再び、イギリスへ帰り、そこに今日構えて、イギリスとアメリカの映画会社で、脇役の仕事を続けた。裸足の白尺夫人で、ハンフリー・ボガートと共演、また、アメリカ人観光客として、ケネスモア主演の、女になる季節に出演した。彼女はまた、アメリカ人観光客の役で、ジェームズ・ボンドの、女王陛下の007に出演した。しかしながら、 その後すぐに、彼女のキャリアは停止し、彼女はイギリスへ移り数本の映画に出演した。1980年代になってからカムバックして、ラグタイム、ウォーレン・ベーティの、レッズ、そして彼女の最後の出演映画である、ハンガーで、主演のカトリーヌ・ドヌーブ、デビッド・ボーイ、スーザン・サランドンと共演した。彼女は、その生涯で131本の映画とテレビドラマに、 主演した。ラブは一度結婚し、映画制作者のウィリアム・ホークスと1929年から1935年まで結婚生活を送り、娘を一人設けた。1986年4月26日、ロンドンで老衰によりその生涯を閉じた。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームのハリウッド・大通り6777に、彼女の星型のプレートが埋め込んである。 ABC, b ie, Love, ography, Hat, a b c b ッシーラブバイオグラフィー、a ット a b コピー y イト b e s, s i e l o v s i l e n t a n d s o u n d f i l m a c t r e s s g o l d e n s i l e n t s c o m ありがとうございます。